はい、今ねどこにいるかっていうと、ボスニア・ヘルセゴビナのサラエボにいます。サラエボで、オーストラリア皇太子が、暗殺されて第一次世界大戦を勃発する光になったサラエボ事件ですね。この辺りでオーストラリア皇太子が暗殺されてます。なってましたってね。でそこに、まあ、当時皇太子が乗っていた車があって博物館で、そこで結構みんな写真撮ってますね。で、バシチャル社ということで、ここのところが旧市街の職人街みたいになってて、ここのところをちょっと今から歩いてきます、はい、ちょっと雨降ってきたんですけどね、こんな感じです。ホテルオールドタウンという旧市街、ここのところちょっと入ってきたいと思います。雨が今日ちょっと結構降る感じなんで、あれですね、ちょこっち側かな。まあ、ここが結構見どころなんですよ、はい、観光的なね、結構綺麗です。でこういうところで結構食事したりできるんでいいですね。雨が結構強くなってきた。この辺り結構食事してますね、ここはやっぱりいい感じだな。どっち行こうかな。ここら辺もモスクが結構あって、飲み物が食べ物ですね。これで明日食べようかな。雨降ってきた。結構美味しそうだね。でここがなんか中になってんだね。ね、お。どっちから行くか。こういう感じです。雰囲気いいですね。でこういう感じでお土産買うことできますね。時計とか売られて、宝飾品か。ちょっと雨が、でこれもいい感じですね。こう座って、一応こう雨降っても屋根があるんで平気ですね。大丈夫です。でここが、まあ、結構割と細い道かな。なんか想像以上にいいですね。結構人も多いです。ここの道で河川に差してますけど、でアイスクリームがいただいてます。ここは下ちょっとまったりしようかな。雨が結構降ってきた。やっぱこの時期はやっぱりそういうジェラートとかねあったりします。でこれ旅行会社だ。これどこ？ワールドエジプト。エジプトか。
としても。で、ATM はあります。ただカードの、そのクレジットカードで決済でなかなかできない、こういうところできないですね。やっぱ高級レストランとか高級ホテルとかだったらできるけど、基本現金払いですね。ただ ATM はあるんで、国際キャッシュカードで両替したりとか、ここが一応エクスチェンジなので両替所があります。まあ、ここは一応観光名所だから、そうですね。で、これがモスクがあって、教会もあるんだよね。これ確か雰囲気いいな。でそっち側も見ていただいてあれです。この辺りはだから内戦の影響そんなに受けてないのかな。スナイパー通り行くと結構その狙撃されて銃が15の後結構残ってるんですよ。でこれが教会か聖堂だな。だからいろんなあれが混じってるんですよね。結局セルビア人はセルビア正教で、クロアチアカトリックで、であとはボスニア人、ボスニア人がムスリム、イスラム教ですからね。今ではこういう感じでね、イスラム教徒も一緒にこの背景撮って写真撮るという感じです。観光名所の一つですからね。明日ちょっと晴れてる時に来て撮ろうかなと思ってます。でここら辺の景色もいいですね。そこの山がやっぱり結構あれですね、あってということで、でやっぱり結構ボシナクの人たちは意外に結構しっかりそういうヒジャブとかね、まあ、上にちゃんとつけてるだって肌を露出する格好を下げてる感じです。でこういうところもなんかちょっと裏路地的な感じでいいですね。でエクシェンジ両替所でこういうところで、まあ、カフェとかねちょっと待ったりする感じです。結構 Wi-Fi が使えたりしますね。 2.5、3 全然安いです。でここら辺が人多いな。でも観光客も結構いますね。雨がまたちょっとやみましたね。いやいいね。いやなんか想像してたよりもサライブはね
いい都市です。綺麗です。あの街っていうかな、まあ、地形的な面もあるんだけど、あのいいです。やっぱ内戦とかね、まあ、レバノンのベイルートもそうなんだけど、ちょっとそういったところで内戦とか紛争とかそういう巻き込まれちゃうとやっぱりなんかちょっともったいないなっていうね思うところです。今のレバノンもそうなんですけどね、なかなか美しいですね、こういう感じがね、うん、ホテル、あそこのホテル泊まる方もいらっしゃるかな、アエッコかな、三つ星かね。でここら辺も一応レストランになってて、食べるとかいっぱいありますね、はい、でビールもすぐ飲めるんで、バーもあってカストロバーアップか、これちょっと食事するといいですね。でこの辺りぐらいまでですね、はい、なんでまあ想像以上に結構綺麗ですね。そしてこういった感じの、まあ、観光地化されていて飲食店があって、ね、いい感じの雰囲気です。であと ATM を見たるところで、ね、カードの利用できる率は非常に低いですけど、 ATM で国際キャッシュカードを下ろせますし、両替所もあるんでね、でこっちはもうスナイパー通りの方来てます。ちょっと行くともうホリデーインとかね、もうちょっと行かないとあれか、ということでここら辺までですね、一応、旧市街、職人街ね。